今日は涼しい中なんですけどあのたくさんお集まりいただきましてありがとうございます。あの今日あの生物の 講演で最後になって、まあ、えー、私ここにあるようにあの人類学ということをやっていて、で、えー、テーマがまあこういう進化を考える人の進化を考えるということにしてお話をさせていただきます。それで、あのここにお集まりの方はおそらくもう生物に関心のある方なので、その生物進化に関してはいろいろ知識がおわりだと思います。で、えー、人ももちろん。 今日お話しするようにサロの仲間なので同じように生物の進化の中で生まれてきたわけですけどもそこで人の特殊性を考えるわけじゃないですけどもその中でのサロの中で人が進化してきたことを考えるということをご紹介したいと思います。他のの生物の進化にもあるる程度言えると思うんですが 進化と進歩というのは結構違っていまあ遺伝いわゆるダーウィンネオダーウィニズムかな的に言うとその変化が先にあって、まあ、変異ですね。ネオダーウィニズム的に言うと、まあ、遺伝的な変異が先にあってそこで,で形質が変化してその形質の変わっいろいろな変化の バリエーショなのでそのいわゆる進歩とは違うということがざっくりとテーマになっているんですね。で進歩っていうのはウキペディアなんかによるとこういうふうに書いてあって「望ましい方向へ物事や文化文明などが進んでいくことである」で「対語は対歩という」「類語は発展発達」で「生物学の分野では進化が混同される」って書いてます。 なので、まあ、進化と進歩は違うということでで,ですから要するにこちらが進化ですけれども進化は進歩的なことばかりではないということで今日はその人の進化に見られるいわゆる進歩とは違うことですね要するにあの進歩的という要するにここにあるように望ましい方向に変化するわけですが。 人の進進化化はは望まししいい方向に進化してきたわけではないというようなこともお話ししたいと思います。でこの図は、えー、っといわゆる猿ですね霊長類の現在的な分類でですね後でまた出てきますけども、まあ、霊長目というものからずっと分類が始まっています。でこういうい分類は 皆さんご存知だと思いますけれども、いわゆる系統関係というのを表しているので、そうこういうふうに近いところでまくられている群っていうのがまあ仲間になるわけですね。で人はここにいて、で今ここではえっと人と類人ですね、えっとゴリラここでもゴリラ書いてますけどチンパンジーとかチンパンジーゴリラオラウータンテナガザルっていうのが類人ですが、あその仲間になっていて、でそれとここでは いわゆる日本ザルを含むマカク類がグループになっているということになっています。それからここでオマキザルと書いてますけど、新世界ザルですね。ここではここ写真が書いてありますけども、こういう南米に住んでいるものが多いですが、オマキザルなんかが仲間になって、それからメガネザルがくっつくと。それとは別にこうキョウビエンアモクと言っていて、ロリスキツネザルっいうの、キツネザルっていうのも、と。 アフリカカのマダガスカル島にしか住んんでいませんけどもこういうグループとか昔は減塩と言っていたグループがこのロリスとキツネザルとメガネザルこれを含めて減塩と言っていたんですけど今は減塩深塩ではなくてこういうふうに極微っというのと直微塩というふうに分けていますがこういうふうに分類されてこういうところにサルブの仲間はいっぱいいてその中の一つがヒトになるということですね。で まあ人の進化を考える場合は今日さすがに猿の全部の進化を説明するわけにいかないので比較的近い先ほど言った人の進化の概略図で最も近いのはチンパンジーゴリラオラウータンの仲間でそれからテナガザルとかオラウータンというのもいますがその類似園の中でもいわゆるアフリカに住んでいる僕らは大型類似園と呼ぶんですけども。 アフリカの大型類人猿というのはゴリラとチンパンジーなんですがこの2つのいわゆる俗名でいくとチンパンジーとゴリラの2つの俗とホモ・サピエンスというのが禁煙であるということはこれは多分おそらく間違いようのない事実で原生の種の中では人は最も気になるのはチンパンジーになるだろうと予測されていますで。多分間違いなくてでですからどんどんんこれは上が現在で ず,ん,ずん,だんどんどん古い方に向かっていくわけですけどもで500万年からずっと先に行くと人の進化のずっと先にはおそらくチンパンジーやゴリラとの共通祖先がいるということになります。で大体700万とか800万とかが今のところ推定されているんですがこれは結構こういろいろな条件で条件というか研究によって変わったりしたりし しますし新しい発見があるとまた変わるんですけどもですからまあその共通祖先っていうのがいてそこからちょっとおそらく人につながってくるだろうというグループというのがずっといてそれをまあ化石,類化石人類として我々は呼んでるわけですね。ですがこのずっと先の何百万年前のこういう人の姿というのは実は我々の今の姿とは全く違います。昔はですね おそらくチンパンジーとかゴリラとか人とかが禁煙でどんどん遡ると今のチンパンジーやゴリラに似たこう生き物がこういたんだというふうに想像されていたんですけど最近こう,こういうものが発見されてくるとどうやらそうでもない可能性があるということが分かってきてます。でこの図の中でこう字が入っているものですね「ラミナスエンジン」それから「ルーシー・アウストラロピテクスエンジン」 それからニアンデルタール求人、それからホモサピエンス、えー、っていうのはまあ今日出てきます。それからこちらのパントログロダイスというのはチンパンジー、えー、普通のナミチンパンジーと日本語で言いますけれども、でパンパニスクスというのはボノボと言って呼びますね、日本語では。デガイゴリゴリラっていうのもまああでちょろちょろ出てきますけれども、こういったまあ人類進化がずっと 600万年とか700万年ぐらいの歴史がありその中で実際にこう最終的にはホモ・サピエンスになるんですけどもいつの段階でどういうことが進化的に起きたのかっていうのが分かっている部分と分かってない部分があります。ししで例えば人の特徴だったとか脳が大きくなったりそれで言語をこんなふうに人の前でいわばしゃべったりですね。 というのはすごい特徴なんですけどもその言語に関しては一体いつごろどのようになったのかなかなか謎なんですね、えー、でもまあそれからもう一つは直接直立二足歩行っていうのがそらく聞いたことがあると思いますけどもえこうやって二本足で立って歩くでチンパンジーやゴリラは二本足で歩かないかというと歩きますですが人の直立二足歩行とは違います で後でままたビデオでお見せしますけども人の直立二足歩行っていうのは、まあ、いわゆる、うん、と生物学用語で言っていいか分かりませんけど主たるうどん様式というんですけどもそのロコモーションの中で日常的に行うものが、まあ、直立姿勢で二足であるというのが、まあ、人の特徴である。 簡単に言うとエネルギー効率ですね、まあ、こうやって2本の足でこう歩くのと四つん這いでこうはるって歩くのでは一体どれぐらいエネルギー消費量が違うか人の場合はこうやって立って歩いた方がずっとエネルギー消費量が少ないです。でチンパンジーやゴリラっていうのはいわゆるナックルウォーキングっていうのが一応そのロコモーションの一番主たるロコモーションと言われていて彼らはその時にエネルギー効率が良いだけど2足であることもあるということなんですね。で直立 人の進化の古い段階で見られるようになります。で、その後で脳が大型化する。ですから、まあ先ほどのあの名前に言うとラミダスエンジンですね。これはだいたい四百四十万年ぐらい前なんですが、あの頃には直立に速報をおそらくしただろうという証拠があるんですが、彼らは脳の大きさは全然今のチンパンジーと変わりません。で、脳が大きくなるのはずっと後のこの百八十万年とか二百万年ぐらい。

そのビデオがあってそこで短いその歩行に関する話が出てきますのでそれをちょっと見せます。ちょっと音が出ないんですけどもこれはルーシーっていった先ほどのアウストラロピテクスの骨格を復元して歩かせるところですね。まあ、えー、と比較的全身に出ている骨を使って歩を歩かせます。で これは野生のチンパンジー子供を送っていますが彼らもこうやって二足歩行をすることはあります足がこういうふうに開いているのが特徴ですがこういうふうに野生状態で立つこともありますで、彼らのこういう立ち姿と歩行の様子と先ほどのルーシーだったりあるいは我々のホモサピエンスが一体どこが違うのかでそれが一体骨のどういう部分が違うのかというところを見つけて そうすると化石で見つけた出てきた骨を見て、あこの骨の持ち主は二足歩行しているかどうかっていうのが判断できるわけですね。これはボノボです。ボノボをちょっ無理やり歩かせるとこんな感じになる。チンパンジーはこう少し違うのわかりますよね。でチンパンジーの方がなんとなくこうちょっとこう前のめりになってます。そうするとエネルギー的には効率が悪いので、そうするとチンパンジーはああいうふうにボノボのようにはうまく歩けない。ボノボと人を比べると。 人の方がもっとこうすっと立っていて、こうエネルギー効率がいいということになります。で、これはルーシーの復元です。ルーシーを復元させるとボノボと大して変わらないようなところがもうちょっとこの骨盤骨の背骨のこの湾曲とかがですね、ルーシーの方がこう強くて、ルーシーの方が実はうまく歩けています。こういうことですね。これがルーシー、これが人です。で、これはこの二つに比べてこちらがちょっとなんとなくこの 安定しているのがわかると思いますけども、で、ですからまあいかに効率よく歩くかっていう全身的にはそういうところを見て判断するわけです。ところが実際にはその全身のバランスが必要ですが、実際の化石で出てくる骨っていうのはもう部分部分なので、そうするとその部分を見て判断しなければいけない。じゃ一体どこに直立にそここの証拠があるかということがまあ重要になります。で、 え先ほど人類の,その進化の中で古い段階で直立走行の証拠が見つかると言いましたでその一つがラミダスエンジンというものです先ほどルーシーというのがありましたルーシーというのは330万年ぐらい前でラミダスエンジンは440万年ぐらい前の化石で両方ともアフリカで見つかっています。でえー、まあラミダスエンジンジは 分類学的にいうとアルディピテックス・ラミダスって,いうのがっていう名前がついていてルーシチのアウストラローピテックス・アファレンシスなので属名が違うので違う属だっていうふうに言われているんですけどもえ直接の子孫祖先子孫関係にあるかどうかというのはまだ謎なんですがえ化石証拠では本当にパラパラなのでえよくわかりません。でも年代的にには明らかにラミダスエンジンジの方が古い で、でその時代にすでに直立人骨の証拠があると言われています。ところが、えー、まあここにこう骨格の、えー、こう復元した骨格像があって、でこれだけではちょっとわかりにくいかもしれませんこれこちらにこうそれの肉をつけたような図があります。で単純に言ってしまうとお、まず人に比べると腕が非常に長いですね。腕が手も大きくて大きいです。 それから足がですね、こういうふうに親指足の親指が開いています。で、人の場合はこういうふうに足はこう親指なんていうかこう閉じてますけれども、足の親指が他の四本の指と違って開いていて、ここに把握性があるといって親指とそれ以外の四本の指の間で物をこうつかむような効果があります。で、これは現在のチンパンジーなんかにも見られます。ですからここはものすごく 原始的だとも言えるわけですねこういうように比較的、えー、太い幹をこうぐっと掴んで木登りができたんじゃないかという類推もあります。でラミダスエンジンというのはおよそ440万年前の化石人類で,で、えー、その頃はあ彼らが住んでいた場所は「まあ、ソリン」って書いてあります。でえー、比較的でも 木は生えてるジャングルではないですが森の中に住んでいたってことが分かっていますで身長は120センチ体重50キロなのでまあ小柄ですよね農用量はチンパンジーサイズチンパンジーサイズわかりにくいかもしれませんが 400cc ぐらいですで人はだいたい平均すると 1300cc ぐらいあるのでまあ三分の一と思ってくださいで地上では直立に速歩行をしただろうと言われている。 先ほど言ったように足が爬行性物が持っていて、それから森林、ソリンの中ですけど比較的森がブッシュの中に住んでいるので森林性の獣冠です。クリンと木の実とか昆虫とか小動物を主に食べていたんじゃないかというふうに推測されています。これだけ見ると今のチンパンジーやゴリラとだいぶ違うということがわかります。ここの部分はちょっとチンパンジー言っでますけども少なくともこの 手足のプロポーションなんかはだいぶ違うしそれからチンパンパジーの主食は果果物ですね果実ですすね実彼らは果実ではなくてもうちょっと硬いものとか昆虫を食べてただろうというふうな予測がされているということになります。ではなぜ今言ったラミダス・エンジンとかあるいは先ほどのルーシー とかかがし、ねえー、したんでしょうかでその一番の特徴は骨盤にありますで、えー、原生のチンパンジーやと人の骨盤骨盤の形を比べるとここがものすごく違うっていうのが分かりますでこれは真ん中が人の骨盤を上から見たところと前から見たところですで左側はチンパン原生のチンパンジーです、ね、前から見たところこれ上から見たところでこれが えーとルーシーですね。アウストラロピテックスの骨盤の復元図です。で形はそれぞれ三種三様で違うんですけども、おー最も違うのはこう非常にチンパンジーは縦に長いっていうことですね。それから上から見たときにここの縦に長いここのここをまあ腸骨をよくといって、前後に筋肉がついて特に ここに大腿骨があって、ここに筋肉の図がそう入っていますけども、大腿骨を引っ張る筋肉っていうのはこの腸骨力の後ろ側いわゆる電筋お尻だと筋肉ですね。ここにはだからここはお尻になっていて、この外側っていうのはいわゆるお尻の電筋群っていう筋肉がいっぱいつきます。そのうちの一つがこの大腿骨のこの股関節の外側にこういう風につく筋肉があって、でこれを専門用語では中電筋と呼びます。で 筋筋群の一番表面にある筋肉はこれ大電筋と言います大電筋というのはだあの、えー、と大腿骨を後ろに引っ張るまあ要するに走っている時とかにこう後ろに蹴り上げるメインの筋肉ですけども中電筋というのはそれよりもうちょっと小さいんですがあこういうように同じほとんど同じところからこう出てきて大腿骨の外側にこうついている大腿骨をだから外側に引っ張る筋肉なんですねこれは。でそれがあついています。同じような 名前の筋肉が同じようなところについていて、まあこういうのを相当な筋肉というふうに言いますが、同じ名前の筋肉ですが、実際にはチンパンジーと人、ルーシーこの間で全然作用が違います。チンパンジーの場合はこうにう骨盤の形が前後に長くて、ここがこのいわゆる腸骨力というのがこうにう横にこうピタッと平らに張り出していますね。そうするとこの筋肉はこの後ろ側にこうついていますので。 なので、えー、ところがホモ・サピエンスとこのルーシーの場合はこのこの部分の骨がこういううにギュッと湾曲して外側に張り出しますね。で股関節は実はこの位置にありますのでそうするとこの筋肉が収縮するとこの大腿骨を外側に引っ張ることができるようになっています。 でルーシーも形自体は少し違うんですがこの腸骨力がギュッと外に湾曲していますそうすると中殿筋は股関節の外側に引っ張る力を持っていますここが一番の違いで実はたったこれだけの違いが直立二足歩行を効率的に行うために非常に重要な筋肉になっていますで、直立二足歩行をするためには まず立って歩かなく歩くということになるんですけれどもその途中でですねここに片足指示期と書いてありますけれども要するに片足を置いて左足をついてその次に右足をつくまの途中の時期というのがあります。で歩行というのはそんなにスピードが遅くない速くないのでそうするとこの途中に片足で立っているときに左右のバランスをとる必要は必ず生じる。 ここの時これはたまたまま足を骨盤から右足の図が書かれています右足をついて左足は空中に浮いていてで全身にバランスをとる時の模式図が書かれています。股関節周り模式図ですねで体重はかかりますが、えー、と片足分がないのでちょっと割り引いてありますけどもその股関節周りに体重がこちら側からぐっとかかるのに対抗してこちら側に引っ張る筋肉が。 力が必ず必ず要でこの M の部分を実は先ほどの中殿筋という筋肉でこう引っ張るということをしていますですのでこの筋肉がうまく作用していないと片足で左右のバランスを取ることができませんなのでヒトとアーサラロールビテックスというのは骨盤の形がこう湾曲することによって同じ中殿筋という筋肉が股関節の外側 を外に引っ張るように変化して、それによってこういった片足支持器のバランスを保つようになっている。そうすると、直接歩行時に効率よく力を発揮できるようになるので、全体的にエネルギーの消費が少なくて済むという仕組みになっているわけです。で、これはまあ専門的な研究なんですけど、それをその これは人のデータでこちらが先ほどのルーシーのこの骨盤の復元の形からここに実際にかかる力を推定してやるとルーシーの骨盤の形だと人の男性と女性とそんなに変わらないこ,このリアクションフォースというんですけどもその力を推定そんなに大きい力でがかからないということで効率よく歩けるだろうということが分かっています。 っていうようよに直立日足歩行はだから比較的古い段階で数百万年300万年400万年ぐらい前の人にこう獲得されたってことが分かるわけですね。じゃあなぜそんなに古い段階から直立日足歩行は獲得されたのかこれがここだんだんと謎になっていくんです。人類学の話っほとんど謎なのでえっとまあ出てきた証拠からいろいろ組み合わせてえ最もらしい仮説を作るわけですけども。 直立二足歩行の起源に関して仮説がたくさんあります。で、どれが一番正しいかというのはまだにまだは決定的な証拠は実はありません。で、一つ一つそれぞれ理由はあるんですけども、直立二足歩行になるとまあ視線が高くなって目張足が良くなるので外敵から守るためによく有利になった。直立二足歩行すると手が空きますので採食時には手が使用できてそれだけ有利になる。それから 移動時のエネルギー効率は良くなったっていうような考え方それから直立すると太陽の日射に対して表面積が減るので体温調節に有利になるという考え方もありますそれから食物分配これは先ほどの採植時の手の使用から発展させた考え方ですけれどもまあ手が空くことによってペア型の繁殖形態というのは要するにオスとメスが協力して まあ家族のようなものを作ってこう育てるっていうそういうのそういう繁殖形態を進化させていくのに便利になったというような考え方があります。こういったいろいろな仮説があって取れとは言えないわけですが、今最近一番下のやつがちょっとだけ注目を浴びているんですが、これが本当に正しいかと言うとそうとも言えませんが、まあ証拠が少しずつそれはまあ証拠といっても化石の証拠ではなくて原生のチンパンジーの 観察とかですね。彼らは先ほど言ったみたいに直立に速方向をしているわけじゃないんですけれども、直立で歩けます。じゃあ彼は一体どういう時に直立で歩くかということを観察して、それからアフリカのそういう実験施設みたいなところでいろんな実験を繰り返しています。そうすると彼らはえっといわゆる食べ物が少ないとき、あるいは珍しい食べ物があるとき、それを 自分の特にオスとかが自分のメスとかあるいはメスが自分の子供に分け与えるっていうことをするんですけどもその時に口とか手とかでもってこうやっぱりこうがめるわけですね。で,でそうするとその時によくあ直立時代って言わなくて、ね、二足歩行をするっていうことが最近分かってきたのでまあこれに近いような観察例は最近見られているのでちょっと注目を浴びてみます。で直立足歩行をすると 要するるに良くなる利点っていうのはいくつか考えられるんですが一方負の遺産っていうのもあるでこれがいわゆる現代人の病気に直接絡むいくつかのことでで直立することによっていわゆる、まあ、心臓はここにありますからで脳に血流を送るために血圧をとう要するにどんどん拍動を強くしないと脳まで血流が回らないので、えー、血,血 血圧を高くすする必要があったとということですねなのでそういったものが心臓につながるものですそれから腰痛とか椎間板ヘルニアこれは有名ですけれども立つことによって負荷がずっとかかっていて腰の骨の特に下部の方ですねにプレッシャーが余計にかかってここを痛めやすくなる。鼠径ヘルニアっていうのはここの鼠径部ですね内臓と足の間の膜ですけれども。 その膜がこう独立したことによって内臓がどんどん重力下に降りてきますんでそこに穴にちょっと弱いところがあってそこから内臓が出てくるということになりますま。扁平足とかそれから最後に出産の方ができますなん。なん出産が困難になったというのも直接日足歩行の不能遺産というふうに言われています。で次に脳の大型語を話します。脳の脳型化は 先ほど言ったようにずっと後の時代ですねだいたい2 0万年ぐらいホモ族が生まれた頃以降に大きくなってきますこれは X 軸の方が時代を表していてこれは脳のサイズですねで、これまあゼロゼロのとはこにホモサピエンスがいてだんだん古くなっていくだいたい200万年からそれ以降になってこの紫色のホモ族以降にこういうふうに脳がどんどん拡大していくのがわかります それ以前のアウストラロビテックス段階ではこういうふうにちょっと増えますけども、まあ、ほぼ横ばいなんですねで先ほどのラミダスエンジンなんかはこの辺で、えー、ルーシーなんかは330万年ぐらいなので、まあ、この辺なんですね。ですからせいぜい 400cc ちょいくらいところからずっとあんまり変化しなくてここからドンと増える。 でこの時期に直立思想歩行は獲得していたけれどもずずっと脳の大きさは変わらずにここここからととと増えるということが起きますこれは事実なのでじゃあそれと何が関連するかこれも謎なんですが文化的なものを見ていくと今まで教科書的にはこの脳の拡大というのは文化とよく関連づけて考えられていてで石器の出現というものと非常に強く 考えられてきましたところが今は実はアウストロビテックス段階でも石器のようなものをどうやら利用した可能性があるってことがちょこっと分かってきたので必ずしも1対1にはならならいだだけたですが、まあ、脳が大型化す,る化するっていうのはあ、えー、ま,ずまずは絶対的に大型化するそれから全体の体の大きさに比べても大型化していくっていうことが分かっていますのでそうするとまあ何らかのそういう脳の機能ということを まあ考えざるを得ませんね。で、えー、ここでは脳の大型化と直立二足歩行ということを考えてで先ほどの出産に関してどういうことが言えるかということを簡単に最後に紹介したいと思います。でこれはニャンデルタール人の出産の復元という論文から取りましたがニャンデルタール人の骨盤の復元してニャンデルタール人の胎児 復元して、そうすると胎児の骨が出産するときにどういったあこうまあ骨盤を通過して出産するわけですけれども、そうどういった様態を取るのかということを調べた論文です。人は出産が非常に困難であるこれは共通知識ですが、なぜ困難なのかということはまあいろいろ説がありまして、で、人はこう出産していくときに頭が大きい 通ここの中の隙間を通っていく必要がありますが人はもともと生まれるときにかなり頭が大きいのでギリギリなんですそうするとここへ通っていくときにこう頭をひねってそれからその次に体をひねってかかなり無理な体勢から出てきますそれに比べてニホンザルはどうであるか。でよく野生のいわゆるサル類は。 出産の時にこうやってメスがこうで体をかがんで手でキュッとこう引っ張り出すという動作をします。これは大体普遍的に見られます。日本ザルについては分娩時間をおよそ2時間で母親は分娩が近づくと背中を丸めて前かがみになって新生児の頭部が少し出かかると頭部をも自ら引き出してそのまま抱き上げるというのが観察例があってこれは比較的多くのサルで見られます。ですが実は 最初に示したこのいろいろな霊長類の中では実は結構さまざまですで。出産の分娩時間だけ見ると30秒いわゆるこの原原類なんか非常に早いものもありますが、えー、マーモセットといって、えー、いわゆるえと南米のサルの中には比較的長時間なものがありますね。で、えー、それからニホンザルの仲間 なんか2時間ぐらいでチンパンジーは6時間ぐらいかかります。というようにいろいろまあるということになりますこれもだから骨盤の形と関係があると言われていて先ほど人とかは示しましたけれどもそれ以外の霊長類っていうのはこういうように縦に長い形をしていてチンパンジーと 同様のの形をしていいるというのがわかりますこれはまあ、えー、と歩行のことにも関係するんですけど今言った出産の例にも関連があるということになります。で右側が人の骨盤とその出産の時に胎児が頭をこう回転していく出ていく様子を示しています。でチンパンジーはこのチンパンジーの胎児の頭に対して大人のメスの骨盤っていうのは非常に隙間が 大きいので出産の時に人のように頭が回転する必要はありません比較的スッと出てきますで、真ん中がルーシーの骨盤の復元とアウサロロピテックスの胎児の頭の復元をこう重ね合わせたものですで、彼らは人ほどではないですけどもまあ、頭と骨盤の大きさのサイズがこちらに近づくということになりますで、この出産と先ほどの直立実の互行というのはあ どちらも相反する作用があって実はこういう大きい骨盤を持っていると股関節が幅が広いっていうこともあって先ほどの示した二足歩行をする時の片足立ちのバランスの時にこう左右に広がっていると非常にバランスが悪くなって余計な力がかかります。ですからここは狭い方が実は二足歩行にはいいんですがそうするとここの通路が狭くなるので頭比較的大きい 頭を持った子供が生まれなないいということになるわけですねで,ですから脳サイズと骨盤のサイズっていうのはそれぞれ拮抗する関係にあってニアニュータール人ではどうだったかというとこの研究によると人と同じように胎児のサイズと骨盤の内腔のサイズというのはほぼぴったりになっているのでそうするとニアンュタール人はおそらく我々ホモ・サフェンと同じように。 えこう胎児がこう,こういうふうに出産する時にこう回転するんだということが推定されるわけです。今のこの出産のパターンというのと脳の成長のパターンというのは実はえここはちょっともう時間がないので説明を飛ばしますけれどもえ子どもの成長のパターンと実は関係があってえ人はだから特徴として頭が大きいという特徴がありますがそれはえ皆さんご存知のように。 出生してだいたい1年ぐらいでどっと頭が大きくなりますでそれはでも出生後の一年だけじゃなくて出生する前の数ヶ月の間にも非常に急速なスピードで実は頭は大きくなるんですがそういった非常に最初の頃に頭が大きくなるっていう成長のパターンっていうのは結構人に特有なものですそういった成長のパターンが実にいつ生まれるかというようなことも研究の 対象になっています。ということですね。ですから、まあ脳の成長パターンというのは、えー、これはゼロ歳出生の時から比べると、チンパンジーは同じようにこう最初のうちはこう脳が発達しますが、そのうちこうなだらかになってきます。で、人はこうどん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 こう生まれてからすぐに 脳が拡大大してていって大人になるでニアンデルタール人の値をここにプロットすると人と同じように歳歳から2歳にかからににけて急激にこう脳がが拡大すするとというこわります逆に大人を100%にすると今度はニアンデルタール人の脳の成長のパターンと人の成長のパターンは一致するということなので成長のパターン自体は人とニアンデルタール人というのは一緒であるというようなことが言えます。 ですから脳の成長パターンを見るとニアニオタール人というのは人的であるということが言えてでニアニオタール人の脳は新生児段階ですでに大きいでニアニオタール人の脳は民宿な状態で生まれて早く成長するというようなことが推定されるということになります。まとめですけども人の進化は常に望ましい。 変化進歩的とは限らないで今日はここの例としては、えー、非常に特有な難産ということと直立時速歩行と脳の大型かということを結びつけてお話ししました。でまあここから話が今日の話とはかなり違うんですけども、えー、難産でも,でも皆さん今あの普通に産婦人科に行くとこう生まれてくるわけでそれはまあ医療の進歩によるわけですね。まあ、これが進歩になるわけで でその何そのものを現代人はこう克服をしているんですが実際には生物進化的にはこの進歩は進化とだいぶ違うということが多分分かると思います。ですから人の進化的に言えば医学の進歩によって子どもを産めるようにしているという事実は本来死すべき命をこう無理やり抱えているということにもなるという考え方もできるということです。でまあ、今日の話は その進化と人間の進歩というのがまあ異なることがあるんだということをお話ししてえまあお話えっと私の最後の言葉にしたいと思います、はい、以上です。